グラちゃん激動の2022年を経て2023年ついに開幕、グラちゃん59クロスブレイブファイト27、第3代ライト級王者原口真登場。昨年は初の海外挑戦、王座体感を経験、4戦4勝のニューヒーローが初防衛戦に挑む。 UFC とか渡りが出てきた強豪選手なので、自分のキャリアとしても最大の壁になると思います。キャリア60戦を超えるベテラン戦士小谷直之、フライを UFC を渡り歩き、40歳にして今なおトップで活躍。 MMA 前線は上田豊と対戦し完勝。もう20年以上格闘技やってるんですけど、過去最高のポジションを作って挑みたいと思います。レスリングエリート VS 元 UFC ファイター、当日は殺された覚悟で歌わしに行きたいと思います。新世代の輝きをベテランがねじ伏せる。ライト級タイトルマッチ、王者原口真 VS 挑戦者小谷直之。元ゼストウェルター級王者山田哲也の参戦が決定。山田は17歳でプロデビューし、スーパー高校生と呼ばれて活躍。ワンチャンピオンシップを主戦場に活躍していたが、新天地グラチャンで王座挑戦を目指す。対するは4年ぶりの参戦が決定したフロムモンゴル、ブレンズリンクバットムント。数々の世界の団体を渡り歩いてきたバットムントがグラちゃんへのリベンジを目指す。山田哲也 VS ブレンズリンクバットムント。昨年12月フェザー級トーナメント準決勝、偶発性のバッティングにより高橋が試合続行不可能に。仕切り直しの一戦、高橋貴規 VS 崎山勲。フライ級王者松葉隆への挑戦権をかけた8人トーナメントが開催。三岡和聡 VS 薩摩達人、原拓郎 VS 天野哲弘。宮内匠 VS 新垣健二、児玉裕也 VS 田中智也。他にも豪華ワンマッチ、アマチュア大会が勢ぞろい。高須翔太 VS ガルちゃん、兄貴 VS 桜間康弘、ダンカン VS 鈴木マシマシ、藤村健吾 VS 松田マン、高橋健人 VS 松本大輔。神谷大地 VS 今市亮太、望月隆 VS 古谷宗太郎、山崎誠也 VS 二宮徳明。2023年開幕戦、グラちゃん59クロスブレイブファイト27開幕。